YouTuber の活動が厳しくなって、去年メンシップ会員250人達成しないと YouTube をやめると宣言しました。いろいろチャレンジしたけどなかなか増えず、家を退去してホームレスになって野宿などしながら旅を始めました。目標達成期限まであと1ヶ月とちょっと。果たしてロビンは YouTube を続けることができるのか。坊主、どうもロビンです。着きました。愛知県豊橋市から、約32キロぐらいプッシュして着きました。もうね、今もう体と心がもう終わってます。心っていうかね、もう脳が死んでる。もうさっきからね、なんかもうろれつ回ってなかったから。実はね、もう昨日の段階でニュートリアさんに連絡して、ここでテントを張らせてもらってもいいですかっていう相談しまして、電話しながら勢いで電話したんだけど、俺何言ってんだと思って、パーク使うわけじゃなくて、お店の前でテントを張らせてもらってもいいですかっていうね、ちょっとわけわかんないあれだったんですけど、静岡にいるミッチーチャンネルさんからですね、まあ実は連絡いただいてて、その時にニュートリアで泊まりたいんですよねっていう話したら、事前に電話してくれてて、やばくないですか。で、だから話はめっちゃスムーズだったんですよ。いやいや、ありがたいありがたい。ということで、まあまあ今日だけなんですけどね、明日にはもう出ちゃうんですけど、なんか撮れたらなと思います。はいね、もうこうやっていろんなパーク行ってね、このちょっとこう交流できるのってめちゃくちゃいいっすよね。オペさんは、はい、店長なんですか。はい、店長です。なんでオペなんですか。あだ名つけるっていう流れあるじゃないですか。はい、はいはい、でその時にちょうど鎖骨かな、はい、膝かな、はい、どっか手術してて、はい、それでそのままオペっていう。あ、それ、あ、なるほど、そういう感じですね、はい、なるほど。本当に適当なノリっていうか、そうですね、そんな感じですね、まあ、いわゆるスケーターノリっていう感じで。でもそこはずっとオペっていう。あスケボーする前に縄跳びですね。準備万端っすか。はい、陽平さんは、あ、陽平さんで会ってますか。はい。縄跳びしないですか。縄跳びしません。体力がなくなっちゃうんで。なんかここのパーク全体を作ったんですか。そうですね。すごい。俺とコータってやつ、幼馴染。はい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 。同い年と一緒に。ラティってなんですか。ラット T シャツ。あ、ラット T シャツ。あ、クルーの。あ、おお。せっかくなんで。すげえ。静岡のクルー。僕らのクルー。おお。あー、さっき言ってた。はい、おお。あ、しかもショップみたいになってるんですね。そうっす、ショップコーナー。おー、暑い。指付けパーク。いや、いいっすね。ニュートリアも1階の部分。はい、あ、おー、意識してました。あー、ほんとだ、すげえすげえ。ボール。こっちが半分のボール。おお。これこうぐるーって回れたら、まあ、上級者だと思って回って大丈夫です。うん、なるほど。これですね。イベントとかに貸し出しできるレンタル用のランプになってまして、もしそういうイベントごと使うようがあったら、あ、なるほど、ぜひ言ってください。ちょっと頑張ります。そういうレベルになるように頑張ります。下の1階部分の一番南側にあったセクションの小さいやつ、ね、あ、面白い、そういう感じですね、はい、なるほど、ここで練習してできるようになった技を下の大きいセクションでもう一回やるみたいな感じでみんな練習するんで、これは何なんですか。ここはアイスクリーム屋さんで、はい、とクリームジャムっていうアイスクリームショップなんですけど、はい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 、僕らの仲間うちの一人の女の子がとアイスを売っていて、あ、本当に売ってるんですね。はい、売ってます。あ、なるほど、ちょっとこう冗談な感じではないんですね。こう、そう、冗談抜きで、お、リアルに、あ、本当だ、これも全部 DIY。 おお、
箱ごと。へえ、すごい。まるまるその女の子が一から作って、はい。作ったんですか。はい。よかったら食べてみてください。なるほど。僕こう見えて食べ物大好きなんで。全然そう思わなかった。札幌ポテト食べます。いいんですか。いただきます。ありがとうございます。冗談です。いただきます。いただきます。あーいや、あげないっした。朝一にしてる。オッケーオッケー、滑る滑る。痛っ。いやいや、筋肉痛がもう来てる。階段降りた瞬間痛い。結構来てるっすね、これは。Talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say that. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say that. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey. Where you going? Hey, hey. Back in that bag again. Now bring me around your friends. You know that I'm bagging them. Request me on Facebook. No, I ain't adding them. Positions I had her in. Hit from the back. That pussy was splattering. Calling her friend. Tell her pull up. Word. Let's make it a gathering. They loving the swag. I said, baby, nah, I'm addict now. But she loving the splash again. I just be cashing in her buns. Just like a wedding, I'm crashing in. Hundreds on hundreds. I'm moving and grooving. She wanna cut up. I'ma slash again. Buckets on buckets. I'm switching and dishing. Back in my bag. Going back again. Oh, I feel like Aladdin. Yeah, I'm on a carpet. Flying through orbits. Ain't doing no talking. Why? Damn, my body as soon as I walking, bitches be stalking. They loving the drip, they think I'm a force. They gotta move cautious. Back in my duffel, I'm working a double like I'm in the office. Telling to watch it, nah, I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took the thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? I'm back in that. Hey, where you on? And you should know that we on this forever. You don't know me well, just ask again. And you should know that I'm with all the fuckery. Why you sit down and just watch the film? And you should know that Khan got a bottle of Dom, feeling like Julio. Pass it in. Mind some M's going in. Back in that bag where I'm going again. I'm dunking on him, just lower the rim. Free my niggas, it's all in a pen. I hit it once, I'ma hit it again. She with me, you know she a 10. She a Barbie, you know I'm a Ken. Rolling some dope, sipping some gin. It's always been us, never was them. Back in my bag, they know it's a gem. Tell them to watch it, nah, I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. あ、マジで？あ、穴開いてたのこれ。ボイルさん、なんで穴開いてんすかこれ。これはですね、はい、こうやって指一本でももうテープができる。あ、そういうことっすか。便利さのため。そうです。やば、北海道もらったっす。視聴者からありがたい。心があったかいっす。ちなみにヌートリアって何なんすか。ヌードリアはネズミです、はい、あ、そうなんですか。大きいネズミ。はいはいはい。言ってて、ヌードリア僕らが、まあ、仲間内で作ったスケートパークなんですけど、もともとはラットクルーっていうクルーでやっていて、なるほど、まあ、今もそれはね続いてるんですけど、はいはい、そのラットクルーが作ったスケートパークで、あー、そういうことですね。ヌードリアっていう名前。大きいネズミ。あー、なんか、あ、なるほど、本当だ。すげえすげえ、なるほど。中に2匹いるんですよね。ああ、面白い。これ、もともとラットクルーのキャラクターもいて、これです。あ、
これが中にいるんですね。2匹います。なるほど。まあ、オーナーは1人いて、あ、なるほど、うん、まあ、僕は店長っていう形で、うん、なるほど。で、ゆうとくんは、アパレル、シルクスクリーンってあるじゃないですか。わかるっす。手刷りで作るアパレルをと作ってくれてます。ヌートリアのパーク自体も仕事としてその T シャツの製造っていうものをやっているので、そこを担当してもらってます。そうなんですね。なるほど。テンピーポーテンカラーズスタジオです。それがその自分のやってる、シルクスクリーンの会社みたいな、はい、スタジオですね。おー、熱い。お願いします、どっかで見かけるかも。ずっと仲間で映像とか撮ったりイベントとかやったりしてて、で最終的にパークまで作ったっていう、はい、こうなりました。熱い。恋愛するよね。スケーターの男子はどうなんですか、恋愛的に。これは言いづらいですね。これは言いづらいですか。スケーターの男子はどうなのかなって、女子から見て。大体クソです。具体的にどういう感じなんですか、クソ。お風呂に入らない、歯を磨かない、だらしがない。でもお風呂入ってないですよね。いや、めちゃくちゃフレンドリーな感じですね。今日来たばかりなのになんかすごいみんなと友達になった感あるっすね。とりあえず腹減ったんで、あの近くのコンビニ行きましょうか。買いました、ご飯。半額だったから2つ買っちゃった。548円で2つ。ご飯の時間でございます。うんうんまっうんまっ